東京・新宿区の劇場で起きた新型コロナウイルスの集団感染で新たに客として劇場を訪れていた島根県の女子大学生の感染が確認されました。感染者は少なくとも45人に上っています。島根県によりますと、県立大学の女子大学生は先月30日から今月5日まで東京都内に滞在し、その間に新宿シアターモリエールで上演された舞台を複数回観覧していました。女子大学生は無症状ですが、劇場での集団感染を受けて昨日検査をした結果、陽性が判明しました。この舞台を巡ってはこれまでに出演者や観客ら少なくとも1都6県で45人の感染が確認されています。